バンクーヘンです。三郷駅ですね、武蔵野線の JR 武蔵野線ですね。ここからちょっとですね、もっとですね、マイカルの、三郷サティがあったところにちょっと向かいたいと思います。懐かしいですね、感じのところですけども、徳重ビルっていうのがありますね。これ結構歩きましたね、当時。懐かしの場所ですけども、ちょっとすいませんね、ちょっと行きましょう。行きませよ。三郷の周辺ですね、南口ですね。はい、行きましょう。どう変わってるかですよね。これなんか変わってるんだよな、これ建物が。これの建物ね、変わってない。え、マジか。え、マジか。なくなってる建物が何にも。すっからかんだ。マジか。旧マイカルの、三郷サティ、日三郷店、霞三郷店が、ね、なんかマンションが建つような感じになっています。うわー、マジか。ちょっと昔はなかったラーメン珍来がありますね。マジか、これなくなっちゃったんだ。あ、これは絶対知らなかった。もう霞がですね、閉店してるっていうのはちょっと聞いてたんで、ちょっと行ってみようかなっていう感じでちょっと思ってたんですけども、まさかの閉店ですか。あ、閉店というかもう取り壊しですか。マジか。ちょっとまあ残念ですね。一つの歴史が終わったって感じですね。全部これ、まあ、今後マンションが建っちゃうんでしょうね。うーわ、マジか。まあ時代の流れなんで、まあしょうがないんですけども、土手沿いにですね、旧マイカルがあったところですよ。ここもうこんな感じで、もう工事でですね、もういろいろ着々と作ってらっしゃいますね。新事業ですね。そっか、残念。まあこんな感じでですね、ここはずっとマイカルのですね、裏の商館があったんですよね。この裏側ですね、お金を、あ、お金というかその荷物を搬入する場所ですね、裏の後ろにあったんですよ。あー、そうですか。一つの歴史が終わりましたね。またまあ時代の流れなんで、これは逆らうことができないでしょうがないですけども、まあ自分の中に思い出は、心の中に残ってますので、そこは大切にしていきたいと思います。あー、そっか。はい、という感じですね。ここのところも全部、こっからですね、通常サティの、立体駐車場に登れたんですよね。あー、残念です。はい、ではですね、旧マイカルのですね、三郷サティ、そのさらに前は日三郷店で、霞三郷店がありましたけどね、ここはもう新しくマンションが建つそうです。はい、ありがとうございました。